オーネット・コールマンはアメリカ合衆国テキサス州フォートワース生まれのジャズ・サックス奏者。アルト・サックスのほか、トランペットやバイオリンもこなす。フリー・ジャズの先駆者である。1930年南部テキサス州に生まれた。学生時代は R&B やビバップを演奏していたという。ニューオーリンズやバトン・ルージュで演奏をした後、西海岸のロサンゼルスへ演奏旅行。 最初テナーサックスをはじめ、後にアルトサックスに転校した。ロサンゼルスのコンテンポラリー、レコードと契約し、1958年、ドンチェリーラを従えて、初のリーダーアルバム、サムシングエルスを発表。同レーベルではアルバム2枚の録音を残した。その後、オーネットの才能を高く評価していたジョン・ルイスのすすめでニューヨークに移り、1959年、 アトランティックレコードに移籍。そして、チャーリー・ヘイデンや、ドンチェリーラと共に、ジャズ来たるべきもの、フリージャズなどの実験的な前衛作品を発表。カントリーブルースシンガーが、ジャズを演奏しているかのようとも評された。オーネットが生み出した新しい音楽は、一大センセーションを巻き起こした。ミュージシャンの間でも、前述のジョン・ルイスが在籍する。 モダンジャズカルテットのメンバーたちから高く評価される。一方、マイルス・デイビスやマックス・ローチからは批判された。しかし、オーネットの先進性はフリージャズという新たな全英ジャズの流れを生み出していった。1960年代前半に一旦活動を停止した後、後半から再び活発に活動を展開。ヨーロッパでのツアーを収めたライブアルバム。 ゴールデンサークルのオーネット・コールマンとは高い評価を得た。トランペットやバイオリンもマスターし、自身のリーダーアルバムで成果を披露。1970年代後半からは、ダンシング・イン・ユア・ヘッドや、ボディメトなど、ファンクやアフリカ音楽などの黒人のルーツを探求し、フリーファンクとも呼ばれるファンキーなアルバムを制作した。この頃に、ハーモロディクス理論という独自の理論を考案する。 当時のバンドのメンバーには、ジェームス・ブラッド・ウルマーや、ロナルド・シャノン・ジャクソンらがいた。1988年には、グレート・フル・デッドのギタリスト、ジェリー・ガルシアが3曲にゲスト参加したアルバム、バージン・ビューティーを発表。ピーター・バラカンは、このアルバムを高く評価した。1991年、同年公開の映画、裸のランチの音楽に参加した。2001年、 高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞。ジャズミュージシャンでこの賞を受賞しているのは、オーネット以外では、オスカー・ピーターソンのみである。2007年、ピューリッツァー賞、第49回グラミー賞において、特別功労賞生涯業績賞を受賞。2015年6月11日、ニューヨークにて新定史により、死去。85歳没。ドンチェリー。 ビリー・ヒギンス、ポール・ブレイ、レッド・ミッチェル、パーシー・ヒース、シェリーマン、エド・ブラック・ウェル、チャーリー・ヘイデン、エリック・ドルフィー、スコット・ラファロ、フレディ・ハバード、ジミー・ヤリソン・チャールス・モフェット、デビッド・アイ・ゼンソン、ファラオ・サンダース、デナード・コールマン、エルヴィン・ジョーンズ・デュイ・レッドマン、ボビー・ブラッド・フォード、ジム・ホール、シダー・ウォルトン・ジェームス・ブラッド・ウルマー、ジャマラディーン・タクマ、バーン、ニックス、 チャールス・エラービー、ロナルド・シャノン・ジャクソン、グラント・カルビン・ウェストン・アル・マクダウェル、クリス・ウォーカー、パッド・メセニー、ジャック・ディジョネット、ジェリー・ガルシア・バール・フィリップス、ケン・ウェッセル、クリス・ローゼンバーグ、バダル、ロイ、ブラッドリー・ジョーンズ、ジェリー・アレン、チャーネット・モフェット・グレッグ・公演。 トニー・ファランガ・スタジオ録音1950年代1960年代1970年代1980年代1990年代ライブ録音1950年代1960年代1970年代1980年代1990年代コンピレーションサウンドトラック現代音楽ありがとうございます